皆さんこんにちは、ジュイです。ついにモントリオールでのくるみ割り人形も昨日一昨日からスタートしました。今日で3日目なんですけど、今日はマチネ公演がショーオフだったのでまだクラスしてないので、夜公演の前にスタジオでウォームアップしていきたいと思います。今日はハンターハンターの T シャツを着ております。ユニクロのやつ。はい、先週に5日間で7回グランパドドゥをしたので体が全然リカバーしてね、なのでコロコロが毎日、本当にクラス前と1日お風呂入った後、1日の終わりにずっとコロコロしたりマッサージしたりいろいろ頑張っております。とにかく今週が終われば来週は少し楽になるかなと思うんですけど、はい、ということで、ハーフィー入ってるんですけど、スタジオでウォームアップして、ほんで、今、シアターに帰ってきて、ハーフィーがいて、髪してメイクして、準備したいと思います。はい、今頭できました。私は背が高いのでこの角を折りたたんで低くします。はい、メイクもしていきたいと思います。今はというか今日は MAC のスタジオフィックスフルイドのファンデを使っているんですけど、これめっちゃいいんですけど、もうカラカラです。ほとんどがないので新しいの欲しいんですけど、なんか普段はあんまりカバレッジないのがいいんですけど、やっぱり舞台の時はさすがに
まあまあカバーしてもらえないと困るので、どれにしようかなと思ってて、で昨日一昨日どっちか忘れちゃったけど、ファンデを持ってくるの忘れたので、メイクさんに借りたのがロレアルのだったんですけど、結構良かったので、お値段も多分20ドルぐらいとからしいので、それをファーマシーで買ってこようかなと思っております。明日昼公演は多分持つはずなので、その後に買いに行こうかなと思っております。このメイベリンのなんだスーパーステイなんとかインクみたいなやつ、めちゃくちゃ本当にこれ取れません。普段これつけてご飯食べに行っても、まあ、ご飯食べたまま取れるけど、結構ちゃんと綺麗に残ってくれるんで普段から使っております。落ちにくいので、色変えたい時もとりあえずこれを今は下につけてからちょっと上に違う色の口紅塗ったりしております。ちょっと乾かしてティッシュオフして、雪なのでもうちょっとなんか濃いめのこういう赤を使いたいなと思います。ちなみにこの今使ったっていうかつけたばっかりのメイベリンのは色は130番でございます。とても良いですもっと違う色欲しいです。もう一個大事なのが、ここのハゲ隠しをするので、さっきのまた眉ブラシでアイシャドウの茶色色を使って髪を描き足していきます。ローバンとかだとこう横分けなので見えないんですけど、どうしてもやっぱハイバンにするとここら辺の毛のなさが目立つので描き足します。本当はこれ髪飾りつける前にやった方が良かったんですけど、はい、はい、とりあえず一応できました。こんな感じでスノーのメイクをしました。あとはウォームアップしてまた自分の出番が来るまで待とうと思います。無事今年最初のスノークイーンを終えて、その後はなんかサイン会みたいのがインターミッションにあって、お客さんと写真を撮ったりサインをしたりみたいな感じで、で2幕はオフだったのでフィジオに行ってお尻痛いので針打ってもらったりして、今帰ってきたところでございます。めちゃくちゃお腹空いてるんですけど、ご飯がないのでとりあえず炊飯器に
お米となんかいろいろぶち込んで今炊けるのを待っております。最近はというとですね、先週はですね、火曜日あたりに違うカナダの州に飛んで、スクールのくるみ割り人形にゲストで呼んでいただいたので、急遽だったのでギリギリまで知らなかったんですけど、そこで6回公演があったので、グランパドドゥを踊って、結構ヘトヘトで、でも本当にすごいいい経験になりました。4日間で6回グランパドドゥすることってそうそうないので、普通だとやっぱりキャストが違うので、グランパドドゥして違う役を次の日にやらないとならないけど、グランパドドゥよりはちょっとはしんどくないものっていうのが多いので、なかなか本当にできない経験ができて、全公演とも本当にうまくいったので、疲れたけど自信にもなったし、スクールの生徒さんたちもやっぱり踊ることが好きなのがすごい見えて、なんか元気をもらえた感じの1週間があって、で今週月曜日に帰ってきて、水曜日からまたバレエ団のリハーサルに戻って、水曜日に私はまだリハーサル舞台でしなかったので、グランパドドゥとアラビアとスノークイーンとフラワーのパドドゥ、帰ってきて初めてのリハーサルで全部やってヘトヘトになりつつ、次の日は午後にジェネラルリハーサルがあって、そこでまたグランパドドゥをやって、夜にプレミアでアラビアをして、昨日はグランパドドゥの公演があって、今日はスノークイーンって感じなので、結構体に来てるのですが、とりあえず明日はフラワーのパドドゥなので、とにかく明日をなんとか乗り越えれば2日間お休みになるので頑張りますって感じですかね。そんなところです最近は。でもう少しで日本に帰れるので、本当に家族に会えるのと、あとはやっぱり美味しいご飯が食べられるのがとても楽しみでございます。1月にやりたいなって言ってた講習会も開けそうなので、それも楽しみにしております。ということで今日はこのままご飯炊けるの待って食べて咳がまた出てきちゃった。皆さんも風邪気をつけてください。そう、ご飯食べてお風呂入ってマッサージして、あんまり遅くならないようにして寝たいと思います。ということでおやすみなさい。バイバイ。